はい、こんにちは。意外とめめしい漁師浜優です。で、今回はですね、前回のこちらの動画を見てもらったらわかるんですけど、その時に取れたあの子が今回の食材です。今回の食材がこちら、ドゥン。はい、黒ダイです。ここら辺ではあのチヌとかね、そういう言い方をします。で、今の黒ダイがめちゃくちゃいい。で、さらに昨日の刺し網で取ったこの黒ダイ、なおいいんですよ。はい、そのなおいい理由なんですが、久しぶりにマジックボードで説明いたします。黒ダイがいい理由、よし、できた。はい、で、昨日取れた黒ダイがいい理由なんですが、ここが魚が取れた場所で、ここ結構離れてるんですけど、実はね、この海苔の養殖がまあ近辺にある場所なんですよね。海苔の養殖のセットですね、まあ、これはまた僕の過去動画を見てもらったらわかるんですけど、で、海苔の養殖なんですが、こう海があって、で、そこに海苔網を張って、これ海苔網ですね。で、その海苔網からこうボーボーとね、海苔がね、実は生えてるんですよ。海藻みたいな感じです。こういうね、板海苔になるまではずっとこういう海藻状態なんですよ。ボーボーとね、生えてます。で、実は近年食害というものがね、流行ってるっていうか、まあ問題になってまして、どういうことかというと、まあ、こういうね、お魚さん、まあ、今回はクロダイとしましょう。クロダイさんがね、こう海苔を見て、餌だ、うまそうだってね、思うんですよ。で、こっからこう移動して、海苔をね、うまいってね、むしゃ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 食べちゃうんですよ。これが食害です。で、今回チヌで説明したんですけど、チヌだけじゃなくてマダイとか、あと多分ボラとかもね、食べるんじゃないかなって言われてます。で、まあ気温が下がれば食べるの落ち着くんですが、それまでね、しっかりと海苔を食べたこのクロダイ、めちゃくちゃ美味しくなっております。タイもめっちゃ美味しいんですけどね。で、今回そのね、食べてるシーンじゃないんですけど、水中ドローンを沈めた映像がありますので、まずはそちらをどうぞ。はい、それでは水中ドローンをこちらの海苔養殖の網の下に沈めて、クロダイがいるのか見ていきましょう。早速水中ドローンを水の中に入れていきます。果たしてお魚はいるのでしょうか。まあ取れるかね、正直不安でした。潮の流れもそこそこ早かったのでね、結構大変です。遠くから見た感じはあんまり見えませんね。あと視認性っていうんですかね、透明度もあまり高くありませんでした。お魚は今のところは確認できておりませんが、果たしているのでしょうか。おっと、今下の方にね、何か見えましたね。見えてます、左の方です。で、これがのり網ですね。で、のり網の下をずっと進んでいくと、早速魚影が見えてきました。こちら見事にね、太ったクロダイでございます。チヌですね。まあ、チヌの他にも多分マダイとかボラとかも食べてると思うんですが、今回はチヌがね、こんな感じでたくさん確認できました。で、一匹のチヌに近づいていくと、見てください、お尻からですね、海苔をこのように吐き出しております。吐き出すっていうか、まあうんちしております。明らかにクロダイが海苔を食べているという証拠です。これが近年問題になっている食害ですね。その他多数のクロダイが確認できました。現場からは以上です。はい、どうでしたか。この子がね、たくさんいたと思いますけど、あれ多分まだ少ない方ですね。もっといると思います。で、今回はこの海苔をいっぱい食べて美味しくなったクロダイをしゃぶしゃぶとお刺身にしていただきたいと思います。それじゃあやっていきましょう。レッツゴー。はい、それじゃあまずこの子の鱗を落としていきます。で、シンクに置いて、で、シンクから戻します。そういえばね、体型も実はすき引きができるんで、ちょっとすき引きをね、お見せしましょう。体型も包丁を入れて、こうやってシャッシャッシャッと、ほら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 、あ、ほら、すごいすごい、あ、見て、すごい、ほら早いよ、ほらできた。ほら、なかなかね、綺麗にできるんですよ。まあ、せっかくだから、あれにするから、ちょっとすき引きしましょう。すき焼きじゃなくて、なんだっけ、あれあれ、茶蒸しじゃなくて、よし。で、半身はすき引きにして、半身は普通に鱗取るで落とします。で、普通にね、鱗取るで落とした方が絶対早い
よし、これで OK。 でまな板にバックして、で僕包丁棚作ったんで、こちらからこの新しく買った包丁を使います。はい、じゃあチヌはここから包丁をまっすぐ入れて、でここちょっとね切ってあげて、でこっちまっすぐで、こう入れたら、引っ張るパカリと、でこうトントン、はい OK。 海苔食べとると思ったらあんまりないですね。うん、まあでもどうだろう。あれ、わあ、はい、今ね、お腹の中から大量の海苔が出てきました。まあこれは冗談です。いやでもね、食べてるはずなんですよ。1日生かしてたんで、多分その時に脱粉しちゃったんじゃないかなと思います。はい、それじゃあ気を取り直してやっていきます。頭をのけて、でお腹を裂いて切れ込み入れて、でお腹を洗います。はい、である程度洗えて水気も取りました。それじゃあ三枚おろしで、僕もね YouTube 始めて1年半、まともにさばけなかったのが最近ちょっとマシになってきたので、今日はね本気でいきますよ。リカバリーなしでいきます。じゃあ入れていきます。よいしょ、やだ。で2回入れたらこっち、んでこっち、シュッと、あー緊張する、ダメだ。よし、で中まで行ったら通して、で引っ張る、ギャッギャッギャッ、よっしゃー、オッケー、はい、オッケー。で次反対、反対もこう包丁入れて、で2回で奥まで行きます。よいしょ、で返してこっち、よいしょ、でこっちシャーッと、よいしょ、でシャーッと、で2回行ったら中通して断ち切る、でこっち、よいしょ、はい、どう、オッケー、いけたいけたいけた、なかなかいい感じですね。あーでもな、なんかね、上手くなってきたのはいいんですけど、失敗をあんまりしなくなってきて、失敗が面白いってコメントもあったんで、ちょっとね、なんかですよね。よし、とします。ちょっと腹骨すきます。逆さ包丁をカッカッカッと入れて、腹骨をすいていく、浮かすように、よいしょ。でこっち側が苦手でね、もうこっち側ね、こっちからもうこっちから先こう行きます。でこう、よいしょ、 OK。 次ね、こっちの下身だけちょっと取りますね。下身だけ取って、でちょっと出歯なんですけど、そのまま、皮を引きます。失敗した。で失敗した時は反対からリカバリー、成功したらなかったことになります。はい、できた。でこれをちょっとね豪快に切ります。よいしょ、で醤油ちょっとつけて、それじゃあいただきます。この子は海苔食ってない、ボツ。別日に、絶対ねこれ海苔を食べているクロダイを取ってきました。こちらですね。お腹見てください、これパンパンですよ、ほら。で2匹目なんで、パパッとまずは鱗を取りました。であとは最初と同じように、線を入れて、でこっちも入れてあげて引っ張って取る。よいしょ、で頭が取れました。これ見てくれせーこれがっついよ、ほらもうこれ全部海苔ですよ、これ。わわわわわわ、ちょっとこれはね、いくらなんでも食いすぎじゃないですか。まだ綺麗な海苔やで、これはだってほんとすごいよ。今までこんな入っと見たことないわ。じゃあちょっと嗅いでみましょう。海苔ですね、食べれそうですよ。マサルさんだったら食うんじゃないかな。マサルさんに送りたいと思います。はい、でまあ前回と同じように膜に切れ込みを入れて、で洗います。はい、でお腹を洗って水気も取りました。はい、それじゃあ前代未聞、同じ動画で同じ種類の魚を2回さばくというですね、やっていきます。三枚おろしでいきましょう。お腹から包丁を入れて、で中まで包丁を入れて、で返す、でこっち、お尻側グーッと入れてあげて、で中まで包丁を、3回ぐらいで入れていきましょう。で奥まで入ったら包丁を通して、尻尾持ってクックックッと、で片身ができたら返して、背中側も包丁を入れていきます。背中側はあんま好きじゃないんですよね。で中まで到達したら、返してあげて、でケツから入れて、で骨の上、感じながら包丁を入れていき、で中まで行ったら包丁を通して、あばら骨を立っていく。よいしょ、オッケー。でまあ前回のと同様、そこまで脂は乗ってる感じはないですね。もうちょっとしたら乗るのかな、もっと乗ってた気がするんだけどな。まあいいや、次は腹骨を取って、で片方だけ血合い骨を取ります。あ、皮付きのままで、まあ、こっちしゃぶしゃぶ用にします。よいしょ、でもう一個は、桜桜今咲き誇る、ずれちゃった、バット。
したらこちらの皮を引いていきます。こっちの方がいいか。なんか持論なんですけど、左に向けて腹が下にあったらこっちの方が引きやすい気がする。違い骨を取らずに取るとき、でなるべく端の方から包丁をギコギコと入れて、で下まで行ったのを確認したら、なるべく同じ角度で包丁を引いていきます。よいしょ、はい、オッケー。じゃあこれ刺身用に血合い骨を取っていきます。血合いの下を切り攻め、よいしょ、オッケー。でこっちの腹側は分厚い食感を楽しむためにもう厚めに切りましょう。よいしょ、オッケー。でこっちはなんかそれっぽくね、切りつけていきます。そぎ切りっていうのかな。よき。じゃあお皿を用意してなんかいい感じに並べていきます。よいしょ、これでオケマル水産で、こちらのなんか足りないところはこの新鮮なラディッシュをいただいて、うん、うまい。で切ってで可愛く飾ります。葉っぱとかね。はい、こちら海苔をパンパンに食べた黒鯛のお刺身完成。じゃあ次しゃぶしゃぶの分の皮付きで、これはもう長く薄く、切っていきます。の方が食べやすいしね。長く薄く、これがなかなか難しい。ついでにこっちもしとこ。でお皿を用意して、まあ、なんかいい感じに並べます。揃ってないから難しいな。うん、折りたためばなんとかなるかなと思ったけど案外なんともならないな。よし、まあよかろう。これでこちらの柚子を切って、よいしょ、柚子を並べます。で三つ葉、よいしょ、洗ってで切ってで飾る。ちょっと多いけど OK。 でここに既製品万歳もみじおろしを入れれば、はい、のり黒鯛のしゃぶしゃぶ用完成。おっと、ここでうっかりつるということで、あのしがっつり忘れとったんですけど、忘れてたっていうか間違えてたんですけど、しゃぶしゃぶって三つ葉じゃなくて水菜じゃねえと思って、なんか切ってる時に匂いこんなきつかったっけしゃぶしゃぶにするときと思ったんですよ。まあだからちょっとなるべくね、葉っぱの部分のけて、あの菊の部分を、足したいと思います。で三つ葉があるので、せっかくだからもう一品このエラを抜いたチヌの頭にお湯をかけます。まあ臭み抜きと鱗取りみたいな。それじゃあ水を出しながら、鱗を取っていきます。お湯をかけると鱗がね簡単に取れるようになっとるんですよ。はい、これで鱗が取れたら鍋に移して、で鍋に水を入れます。半分。それじゃあ鍋をセットしてファイヤー。はい、で片面火が通ったら返して、僕も初めてなんですけど、ちょっとあごだし醤油を入れてみます。最初からだし取ってないんで。で塩も入れて、あちなみにちゃんと魔法入りを入れてください。よし、でちょっと味見、あ結構いいだし出てる。もうちょっと薄口醤油入れて、でもうちょい煮ます。でしゃぶしゃぶの鍋の用意は昨日からあの昆布汁を作っておきました。じゃあこれももう火をつけておいて、で次このネギポン酢にヘビーユーザーをちょっと入れてだしポン酢に変えておきます。よし、これでちょっとマロティ。それじゃあこの子火を止めて、お椀にもう卵ごと何から全部入れてあげます。よいしょ、よいしょ、まあ、三つ葉で香り付けで、さらに柚子をちょっと絞って、柚子でも香り付けです。はい、こちら黒鯛のすまし汁風味かな、完成。それじゃあ全部できましたので、あ、すでにコトリで、しゃぶしゃぶ刺身で、すまし汁風味で、ちょっと桜をちぎって追い盛り付け、よし。はい、それでは濱家特製海苔を暴飲暴食した黒鯛のお刺身しゃぶしゃぶすまし汁風味で黒鯛御膳の完成。それじゃあできよう、始めようか。はい、それじゃあいつもの冷凍庫から鉄拳で冷えたグラスを準備して、で上からもいつものやつを取り出して、グリーンタイム、なんか緑のねハイネケンっていうのがね目についたんで買ってきました。
はい、それじゃあめちゃくちゃ楽しみな海苔クロダイいただきます。ではお疲れ様です。乾杯。そんな変な癖もないし、飲みやすいし、美味しいです。それじゃあまずこちらの塩汁からいただきたいと思います。塩汁じゃないわ、なんだっけ。あーうまい。これめちゃくちゃ美味しいですよ、マジで。あの既製品で十分だと思うんですよね。だってめちゃくちゃ努力して作ったやつですよ、社員の人たちが。うん、キノコの出汁がめちゃくちゃいい。じゃあ次お刺身ですね。クロダイのお刺身いただきます。果たして前回のクロダイと違い、違いは出るのか。うん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 、明らかにこっちの方が甘い。そう思います。そう思いたいだけなのかもしれないけど、ごっついさはないんですけど、こうさっぱりほんのりとした身の甘みがあって、まあ、脂は少ないですけど、まあ、海苔を食べた影響かなと思います。じゃあ最後にしゃぶしゃぶ、まあちょっとこれもう口入れとこうか。でチヌを2枚、これを先にしゃぶりとしゃぶりとして、ちょっと三つ葉を取って、でこれつけていただきます。うん、ああ惜しい。やっぱり水菜じゃないとちょっとあの香りが強いですね。僕この強い香りが苦手なんですよ。もう水菜は入れないでこのネギポン酢で食うと、うん、めっちゃうまい。いやしゃぶしゃぶもね、この皮目が弾力があってね、めっちゃ美味しい。水菜もほんの少量やったらねいいかな。うん、でも今日の中ではこの塩汁が一番美味しい。もう柚子とこの水菜の香りと、もう油見てください、ほらいっぱい浮いてる。これあったまるわ。まあ、刺身もちょっとさっぱりしてるんで、あの取れたての僕はグリグリの方が好きですね。うん、まあでも神経抜きしていたんで、しっかりと身の張りはあの保たれてます。はい、それではあとはゆるりと。ごちそうさまでした。皆様いかがだったでしょうか。海苔を暴飲暴食しまくったクロダイの動画だったんですけど、まあ、クロダイ自体そんなインパクトはないんですが、臭みもないし、あのいいクロダイはいい味を出しているので、ぜひね、あの安いと思うんで、まあたくさん買っていただいて、いろんな料理に挑戦してみてはいかがでしょうか。皆様本日もご視聴ありがとうございました。それではまたお会いしましょう。バイバイ。